ブリックです。注目を浴びるです。思われますか？党員とは何のことでしょうか？久方の光のどけき。なるほど、火と火ということですね。それではこの隠るというのは、わかりました。参考程度ということにしておきます。もう一つ伺いたいのですが、べしの意味は何でしょうか？古典ですが、どうかなされましたか？自信ありませんか？わかりました。それにいたしましても、三上君は随分勉強なさっているのですね。はい。はい。読みたい本がたくさんありますから。父はあまりうちにいません。大丈夫です。大丈夫なんです。私は転校することが多いですから。転校が多いと、いくら学んでも全て無意味なものとなってしまいます。
はい。それはわかりません。親の都合もありますから。それは、どういう意味でしょうか？そうですね。はい。いいえ、結構です。わかりました。いえ、結構です。私の仕事ですから。終わりました。はい。今日です。はい。どうぞ。これは英語で読んだことがありますから、30分ほどで読めます。どうかなさいましたか？これ以上は重いので、置いていきます。先ほどご一緒されていましたが。しません。はい。
はい。今勉強していることでは何か問題があるのでしょうか。そうでしょうか。わかりました。灰に命じておきます。三上君、下校時刻は過ぎています。早く帰りましょう。どうかしましたか？そうですね。この辺りにお侍はいらっしゃいますか？そうですか。留学先の友達からぜひ写真を撮って送ってほしいと言われていたのですが、とても残念です。はい。着きましたよ。そうでしょうか。はい。私は
次、降ります。そうですね。それではごきげんよう。三上くん、今日のテスト。時の運でテストが乗り切れるんだったら、ほんと最高だよ。そうだよね。それじゃあ、お先に。聞きの悪いこと言って貸してくれたのは
三上くん本人の手からなんだよ。それじゃあ私と勉強する？までやっても意味ないって。うん、本当にありがとね。
けわかんないこと言ってないで助けてよ。Dude.